第726回5月27日金曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書詩編100編1節2節。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。全地よとは、すべての民に向かっての礼拝への招きです。私たち人間は神によって作られ、神に礼拝を捧げて生きるときにその栄光を表すことができます。礼拝は私たちの最優先すべきことです。そしてその中で喜びの叫びをあげます。神が全世界を作られ、私たち人間をご自身の形に作ってくださったことを感謝します。神は私たちが神から離れて滅びに向かっていたときに救い主を送ってくださいました。私たちはその御子イエスを信じるときに罪から救われ、神の民となり、天に国籍を持つものとされます。この最高の恵みを振り返ると、感謝は次から次とあふれてきます。神に感謝の声を上げて仕えたいと思います。共に心を合わせて祈りましょう。今週の祈り。1、神の祝福を大胆に求めることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、日ごとに多くの祝福を私たちに注いでくださりありがとうございます。必要が満たされ感謝をいたします。導きを与えていただき感謝いたします。神様、あなたのこれらの一つ一つのお恵みに心を止めて、心から感謝し賛美し、あなたを礼拝して歩むものとさせてください。そしてさらに大きな神様の祝福を求めることができますように。私たちの周りにある一つ一つの困難な問題をあなたが導き解決してください。コロナを完全に収束させてください。また戦争が一刻も早く終わり、苦しみ傷ついているお一人一人が癒されますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストの皆を心から賛美し、皆を通してお祈りをいたします。アーメン。